中の唐揚げです。あら、ありがとうございます。手羽中でした。ハンバーグかこのホルモンの豚キムチ鍋、どうしよう。じゃあ豚キムチにします。ホルモンいいですか。マスターの言うこと聞かずにハンバーグか鍋つってたのに。ホルモン、うまい。ブリブリなかなかないですもんね。ブリブリ、まあまあ。僕すいません、あんまり全然初め、もう長いことやる。あ、最初からこんな内装は別になんか居抜きとかじゃないですか。居抜きなんですか。居抜きにちょっとこう落書きしたりいろんなもの貼ったり。こういうのはなんか趣味なんですか、マスター。いや、まあ趣味。お、音楽が、音楽が好きなんですか。ね、だってピンクフロイド。これは。これも、ま、自分でやったわけじゃない。これはお願いして。あ、はい。へえ。なんか寂しいからなんか書きたいなと思って。ああ、これはな、書いな、書いな、なんのダクト？これあ、そう。ダクトですか？はい。ああ。なんか大衆居酒屋っぽくない感じを目指して。あのビール。もうわざと。ここは大衆なんだけど、ここは違うねっていう。なるほど。ちょっとだけ狙って当たってるかどうか分かってる。いやいや、狙ってます。あ、そうですか。お肉が好きだ。そうですね、得意だったっていう。得意。料理が得意だったっていうのが一番っていうんですね。例えば、この肉、これな、どっかで、あ、すいません。なんか、出来上がったんじゃないですか、これ。そうです、ご飯。あ、じゃあ大丈夫ですか。チャーハンがいい。あ、いいえ、もうチャーハンも食べるんですけど、ちょっとどうかわかんない。もともとは、はい、まあ、会社であの商品開発、メニュー開発を仕事してまして、ね、そこからこう独立して、で、じゃあ教えたっていう。塚田農場っていう。あ、はい、宮崎。はい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 。豚とか鶏とか。そうですね、鶏の店なんで。それで別に宮崎出身とかじゃないんですか。宮崎出身じゃない。全然関係ない。それをずっとやってて、その時からまあずっと肉、まあまあ、ああそうですよね、ずっとやってたんで、はいはい、まあ、さっきあの召し上がってもらった今中なんかも、ああ、ああいうのもずっといろいろやってたんで、まあ、まあまあ肉は、はい、一番最初はフレンチをやってたんですけど、へえ、でここはどっかの修行。あ、そうですね、あ、向こうには海外にいるからまた、はいはいはい、こっちのフレンチ料理屋さんで、はい、で、エスニックもちょっとやって、和食もやって、いろんなのをかじって商品開発の仕事に、で、商品開発でいろいろやって、ここで独立してやった。広いですね、これ従業員一人じゃないですよ。いや、違います、今日ずっと遅くなってます、ね、あ、そうですか、はい、ね、こんな着席数、はい、みんなで6人ぐらいで、ああ、そんないるんですか、すいません、余計ない、まさかこんな広いのに一人でできるわけないなと思って。そうですね、すいません、ごめんなさい、余計なお世話です、すいません、ちょっといただきます。ありがとうございます、すいません。でも3日か本番はでも北海道だと売り切れたんですよ。だから追加公演3回ぐらいしか求めてんな。なんでしょうね、北海道、大阪とか早かったんですよ、北海道だけ。僕もだから北海道20年、もっとか、20年ぶりぐらいですよね。なかなかそんな、いや違う、その舞台以外では
なんか違うので行ったりは、あんまり北海道って行くとそういうイメージが行けんのかな。なんか前だって舞台行っても帰りに弁当を渡されてました。外行くなってことで。マスターご主人、ちょっとこれあれして焼き飯少なめとかできますか。はい、焼き飯少なめ。あ、OK です。ご飯もそんなあれで、あの半分ぐらいで大丈夫です。少なめ。はいはい、すみません。あ、いいですか、まず、はい、すいません。あ、ひとあ、やっぱ卵のあれが、混ぜるといい感じにチャーハンになる。あ、はい、はい、半熟で食べる人もいるんですけど。あ、はい、ちょっとキムチとカレーも入れる。あ、カレーも入ってるんですか。はい、美味しいです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません。ごちそうさまでした。なんでしょう、大衆肉酒場。でもやっぱこれ食うべきだったのか。ちょっとすいません。うわ、結構降ってんな。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。